はい、それでは、音読なんですけど、この、私が送っている、プレイリストは、これじゃない。これだな。こんな感じなんですけど、まあ、スマホだとこの部分しか映ってないかもしれません。で、これを、この一つずつ、クリックしておくと、これはクリックすると次から次へと自動的に再生されるかもしれません。もしかしたら。皆さんの設定でちょっと変わるかもしれませんけど。で、これ一番最初、これ79なんですけどね、これね。今これ79だから今度80かな、私の。今これ録音して、録画してるのは。で、これずっとこういうふうにこう、今までやったやつがいっぱいありますので、毎日一個ずつやってみてくださいね。かけ流しにしといても構いません。これ全部、著作権フリーのやつなので、どなたとシェアしても構いません。では、今日のところやりましょうか。ちょっと待って、これか。はい。じゃあ読みましょう。ワン、ツー、スリー。日本語で読んで、ひらがなで読んでもいいからね。ワン、ツー、スリー。メソポタミア文明。メソポタミアン・シビライゼーション。こんにちは。Hello。指先、fingertip、つま先、toes。連絡をください。Please contact me。何でも言ってね。Tell me anything。遊ぼう。Let's play。いろんな本がある。There are various books。犬3匹と猫2匹。2匹になってるな、これ。日です。2匹。飼っています。I have 3 dogs and 2 cats。遠くの山、distant mountain。 この計算式はそもそも誰が考えたものだ。もの、誰が考えたんだね。全部書いておいて読めない。Who came up with this calculation formula in the first place? ガソリン満タンにしてね。Fill up your tank with gas。これ、fill it up とか fill up。だけでも構いません。この近辺では週に2回軽トラック軽トラックがかな、これね。私が間違ってましたね、これ。軽トラが通り降りに行きます。これ決めたら週2回軽トラックが通り降りに行きます。 In this area, light trucks come twice a week to sell kerosene。英語合ってる。これは Google 翻訳の、自動翻訳なんだけど。あれ、私間違って日本語書いたら、ね、英語合ってるって不思議。これから Google ドキュメントの翻訳、ひらがなで見ましょうか。これから Google ドキュメントの翻訳機能を使うと、どれだけ時間の節約ができるかについて説明します。I'm going to explain how much time you can save by using Google Docs translation feature。これ、日本語こんなに長いの、英語こんなに短いね。